どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回はジュベリーの車を究極の魔改造してみました。とんでもなく大変身しました。めちゃくちゃかっこいい。それでは早速、ジュベリーを集めて魔改造していきたいと思います。ジョニーくんとトレバーさんいて何してるの？ジョニーくんとか修行僧みたいになってるよ。快適快適、めちゃくちゃ最高のシャワーだ。おしっこ漏らしちゃった。トレバーさん、やべえぞ。その下にいたらジョニーくんのおしっこまみれになっちゃうぞ。まずいまずいまずい、早く逃げろ逃げろもうジョニーくん放っていくしかないね。で、そしてジュビリーはこの先に置いてあるみたいです。めちゃくちゃ怪しいこんな中腰で歩いてる人なんてトレバーさんぐらいだぞ。普通に逆に怪しまれちゃうよ、ちゃんと歩かないと。めちゃくちゃ綺麗な車だ。最高だ。宝石店のとこに止まってるね。中でお買い物中かな。あ、いるね。よし、それじゃあもらっちゃいましょうかね。やったぜー。まずは1台目のジュビリーゲット。これ改造する前の車両なのでね、この車を3台集めたいと思います。そして全部魔改造してショールームに展示したいなと思います。まあ、この状態のノーマルでもすごいかっこよくていいんだけどね、さらにめちゃくちゃかっこよくしたいと思う。あ、ちょっと待って、ジョニー君のこと忘れてたんだけどまあいいか、もう少し修行させておこう。魔改造屋さんに到着だ。魔改造屋さん、究極の魔改造をよろしく頼むよ。じゃじゃーん、すごすぎるでしょこれ。これは前回の魔改造屋さんの動画でね、見せたことがあるんですけど、もう全部ね、改装済みです。すごすぎるよねさあ、とにかく魔改造の方を早速やってもらいましょうか。今まで見たことがないような最高の魔改造を楽しみにしてるぞ。今回の魔改造はかなり難しそうだが、我々に任せておけ。ということで早速魔改造の方が始まってます。もしかしてこれタイヤも魔改造するつもりか。すごいね。今回は究極の魔改造のために大量の資金を用意しました。すごいたくさんだ。これで3台分を魔改造してくれるみたいです。おお、すげえ喜んでるぞ。どうやら魔改造してくれるみたいだ。楽しみだぞ、どんな魔改造になるのか。それじゃあ2台目探しに行きますか。これはドラゴンバイクだぞ。これもね、前回の動画で出しましたので、見てない方はね、ぜひ見てほしいと思います。めちゃくちゃ斧が出るんだよね、最高。そしてどうやらこの近くみたいだね。この辺りの高級マンションにジュビリーの車が止まってるみたいだ。行くぜー。おー、燃える燃える。さあ着いた。どう行ってくれー、早く行ってくれー。すんげー焦って逃げていったね。さあ着きました、ここだー洗濯も燃えそうだね、干してたら。さあどこにジュビリーの車があるんだ、早く見せてくれー。よし、やったー、発見。よし、みんな逃げていったところで早速もらっちゃいますか。めちゃくちゃ赤い車だ、最高に綺麗だね。よし、早速出発進行。ちょっとね、ぶつけないように慎重に運んでいかないといけないからね。ジュビリーの車めちゃかっこいい、今のシーン。そしてちょっとね、ジョニーくんの存在を忘れかけてたんだけどジョニーくん今何やってるんだ。まさかまだ水浴びして遊んでるとかそんなことをやってないよね。まだ修行僧をやってるって。ジョニーくん早く来るんだ。あ、ようやく来たよおー、これでシートがびちょびちょになっちゃった、最高だったよ。それじゃあ出発、魔改造屋さんへ行くぞ。これサンルーフもついててめちゃくちゃいい車だよね。魔改造屋さん、2台目の車を見つけてきたぞ。さあこちらの車も頼むぞ。バックして、よーし完璧。さあこっちの車、特になんか改造が進んでるようには見えないけど、まあ、もう少し待ってみますか。さあ青色と赤色と、そして最後の車は一体何色なんだろうか。最後の車はこちらのカジノのところにあるみたいだ。ちょっとジョニー君は危険なので置いてきました。さあどこにあるんだろうか、突撃せよー。こっちが駐車場になってるみたいなので駐車場の方探しに行くか。ここは何もなさそうだね。っていうことはこの下か。おーい、どこにジュビリーの車あるんだ。ここかー、見つけたぞ、絶対ここだ。え、ジョニーくんまで来ちゃったの走ってきたのもしかして、すごいね。爆弾持ってくんの忘れたんで、もうこれ燃やすしかないね。ジョニーくん気をつけて、これ大爆発するからね。ここでこのシャッターを燃やして溶かしちゃうという、そういう作戦だ。いくねー、燃やせー燃やせー。おー、すげー、めちゃくちゃ燃え始めた、煙がやばいぞジョニー君一回避難した方が良さそうだ。早く逃げて逃げて逃げて、ジョニー君煙出すぎでしょ、やべえってこれ。おー、超炎出てきたこれで溶かせるはずだ、なんとかして溶かそう。おー、やったぜー、破壊できたー、行くぜー。
出発、ジョニー君燃えちゃうよ、早く早く乗ってくれ、危ない危ない危ない、車が溶ける前に行くぜ、よし、なんとかゲットだ、やったぜめちゃくちゃ煙出てきちゃった、あ、まずい、サイレンの音が聞こえてきたね、早く逃げろ逃げろ逃げろ、バレる前に、めちゃくちゃ真っ黒だね、これマットブラックの車だね、すげえかっこいいね、うわー、やっちまった、パトカーにぶつかっちゃったぞ、まずい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 、追いかけてきてるなんてことだ、トレバーさん急げ、あー追いかけてきてるよ、なんてことだ、手配度2ぐらいはついてるぞ、やっべめっちゃ囲まれてる、まずいぞまずいぞ、どいてくれーすげー、ヘリコプターを呼ばれちゃう前に急いで逃げちゃおう、魔改造屋さん早く魔改造屋さんのとこに逃げ込まなくちゃ、よしいいぞいいぞ、パトカーに見つかる前に急げ、やったー、なんとか逃げ込むことができたぞ、助かった、おー、こちらの赤い車も魔改造してくれてるね、いいぞいいぞ、魔改造屋さんの数も増えてるね、どんどんそれじゃあこれが最後の車だ、この車だけだいぶボロボロになっちゃったけど完璧、もう少しで魔改造も終わりそうだね、じゃああと頑張ってくれよ魔改造、頼んだぞ、すげえ車にしてくれよな、そしてついに魔改造の方が終了しました、めちゃくちゃかっこよくなってる、確かに元はジュビリーだとはわかるんだけど、かなりのカスタマイズだ、すげえ、これは優勝、トレバーさんも喜びの大ジャンプを繰り広げてるぞタイヤが全く違うぞ、こんなのロスサントスにはないタイヤだぞ、すごいレアだ、おお、このグリルの部分も全然違う、V になってる、なんかこのヘッドライトとかも全部隠れちゃってるんだけど、どうなったんだこれ、フロントガラスまで真っ赤になってるんだけどこれどうするの、これは停車中の状態なのかな、めちゃくちゃかっこいいね、停車中の状態なのに、真ん中の V っていう文字だけはずっと光ってるのかな、すげー、この扉とかも全然違うね、なんか模様がついてるわけじゃなくて実際に扉がなんかくり抜かれてるね、お、サンルーフはそのまま設置されてるね、普通に中は見える、ちょっと外観が全然違いすぎる、じゃあ早速ね乗ってみたいと思います、よーし、じゃあ乗り込んでみました、なんか車内は特に変わったところはなさそうだね、さあそしてエンジンもつけてみて、おお、なんだこのエンジン音、やべえぞこれ、めちゃくちゃ魔改造されてるんだけど、すげえ音が、じゃじゃーん、やばすぎでしょ、走行車みたいなタイヤだね、さあそしてこれヘッドライトは、おお、なに、そうなっちゃうの、え、マジか、ボンネットまで開いたぞ、ちょ、もう一回やってみようかな、おお、閉じるボタンを押したら、すんげえ、こんな未来の仕様になってる、ボンネットの上の部分とかも全部収納される、よし、もう一回開けてみようかな、オープン、かっこいいヘッドライトもめちゃくちゃ良くなってるね、この V のロゴまで出てくるとは思ってなかったよ、すげえ、超絶の魔改造だ、これは面白すぎる、後ろのガラスも出るようになって、そしてサンルーフは取っちゃったね、おー、やべえぞこのエンジン音、すごすぎるな、絶対早いでしょ、それじゃあ早速運転していきますか、どれぐらいのスピードが出るようになったのか、いかつすぎる、こんないかつい車走ってないぞロスサントスにはやべえなこれ、武装とかはついてないんだね、ついてるように見えるけど、真ん中からなんか波動砲みたいな撃てそう、すげえぞこれさあそしてこれを車を普通に駐車してみようかな、そしたらどうなるんだろうか、さあこの状態で降りちゃおうと、あ、降りても別に問題ないんだね、おお、すっげえなこれは、マジでかっこいいわ、最高の車だ、素晴らしい、でもナンバープレートがなくなってんぞこれさすがにナンバープレートはつけることはできなかったのか、おお、後ろの席そうやって扉開くようになってるぞ、これは驚きだわ、目立ちすぎるな、こんな車ロスサントスとか世界中探してもないからね、驚きだね、早いなこれ、200キロは出るね普通に、しかもこのエンジン音全然違うな、聞いたことがないぞこんなエンジン音は、これは最高の車だね、本当に究極の魔改造とはこのことだ、素晴らしい、ヘッドライトとかね全部直してから走ってみようかな、完璧、完全防水仕様みたいになってる防弾仕様ってことなのかな、おお、早い早い早い、やっほー、200キロ出てたね、やっべー、ぶつかる、めっちゃみんなびっくりしてるね、これ防弾仕様っていうことなのかな、
なので多分撃たれても大丈夫なようになってるはずだ。これ閉じることによってね。ナンバープレートはないけど、プレートが出てきたぞ。ここにナンバープレートつけられるのか。こうやっちゃうと、おー、なくなったー。おー、かっこいい。攻撃モードに入りました、みたいな感じだね。この超いかつい車で警察署に行ってみましょう。こんにちは。あれ、みんなどっか行っちゃってんの？せっかく来たのに。おー、やべえ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる、なんてことだ。まずいぞ。防弾走行モードになって、急げ。よし、いいぞ。これなら安全だ。さあ、行くぜー。全く痛くもかゆくもないぞー。さあ、みんな追いつけるかな、こっちまで。さあ、かかってきなさい。よし、レース開始だ。行くぜー。さよなら。さあ、逃げ切れるかな。余裕だと思うよ。200キロも出るし。ほら、タイヤもパンクしなさそうだもんね。完璧すぎる。行くぜー。全然パトカー追いつけてないぞ。やったー。こっち側から逃げるぞ。このルーフにもライトがついてるってめちゃくちゃ珍しいよね。おー、すんげー光ってる。かっこいい。よし、一体駐車場の中に入れちゃう。おー、エンジン音がすごすぎでしょ。見てくれ君たち。行くぜ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 。逃げていった。今回魔改造したジュビリーをショールームに持っていきたいと思います。よーし、それじゃあ出発進行。あ、やっちまった、ぶつけちゃった。本体さえ壊さなければ大丈夫。そして今回のショールームはめちゃくちゃかっこいいショールームなんでね、ぜひ皆さんね、見てほしいと思います。今まで登場したことがないショールームです。ちょっとこれ信号機に当たりそうだな、ジュビリーがでかすぎて。この真ん中あたり行っとかないとね。よーし、みんなどいてくれ。ジュビリー様のお通りだ。すごいぞこれ。めちゃくちゃいかつすぎるな、普通に乗ってるだけで。世界で3台しかない超レア車が登場だ。さあ、そしてついに到着しました。こちらにショールームがあります。普段はここ入ることはできないんだけどね、今回特別に入ることができるようになりました。やったぜ。よし、ジョニー君、早速出発だ。これはちょっと開けておこう。うん、素晴らしい。これにしとかないとね。さあ、行くぜ。おー、すげー。ここ絶対開かない場所なのにね、開くようになってます。で、そしてこの地下はどうなっているのかというと、こっからがすごいんだよね。これだとね、ここはね、ただの駐車場に見えるんだけど、中は違います。この先がすごいいいんです。開けてー、秘密の扉です。そうすると、ここはかなり狭いんだけど、気をつけながら曲がると、この先です。さあ、ついに来ました、秘密の扉のとこに。よし、開けてくれ。行くぜー。おお、すっげー、めちゃくちゃかっこいい。素晴らしいね。ここは特別な人しか入ることができない超レア車が売ってるお店となってます。よいしょ、ここに置いとこうと。おー、素晴らしいぞ。これは最高だね。ということで、すべての車を配置することができました。市民をもうめちゃくちゃ大喜びだぞ。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら、バイバーイ。